はい、行ってみますかね。前回ね、ガチャ引いて、で、あれをゲットしたんよ。杖を。うん。で、ちょっとウィザードを練習してみようかなと。どんな感じなのかな。最初に、あれ?やってみたときにさ、絶対ハンターの方がいいなと思って、入ってない絶対ハンターの方がいいなと思って、でもうハンター1本で行こうと思ってたんだけど、星4のアイテムが見つかったので、ちょ放置してるやつおるけど、お?承諾じゃね?いやー強い。え、ちょ待って、めっちゃ強くないか?ウィザード。いや、めっちゃ食らう。強え、っていうか武器が強いんだろうな、やっぱ。ハンターより普通にすでに強いんじゃない?2000とかだもんね。しかも範囲攻撃だろうから。いったー。防御力がだけその分弱いんだろうね。え、強いけど、単独で行くと結構やばいっていうパターンなんだろうな。仲間と動いたら強いぞ、これ。普通に現段階であんだけ食らわせれるって、ポテンシャルが半端ない。やばい。いやー動けんって。この敵と味方、あれさ、なんであの味方やられんのかね。あれ多分奪い合ってる、なんていうんかな、あれかな、ポイント稼ぎしてんのかな、もしかして。こんな無視し合ってるはずないもんね、普通。俺空気読まないけど。あの仲間だと攻撃されんのおかしいもんね。普通にアコース参加してみようか。いや、もうすでに敵扱いされてきてダメなんこれ。でもそこの仲間が攻撃されないのおかしいもんな。いやー戦う記念かな。ポイント稼ぎなんだよねこれ。もうラッコ参加できんのかな。ちょっと行ってみよう。多分これの繰り返して、お互いがポイントを稼いでいってる状態なんだと思う。これと、ああいう風に俺みたいによく分かってないやつが多分普通に攻撃するだけなんだと思う。
なるほどね。まあでもこんなことばっかりやっても多分面白くないもんな。いや。ポイントもな。こういうの一発で蹴散らせればこういう慣れ合いみたいなのなくなるんだろうけどね。まあでもそんだけメリットが大きいんかな。俺あんま調べてないけどよく分かってないけどさ。でもなんかこういうのが行われとるっていうのは調べた。見たことないけどなーって思えてるけど、まさにこれだね。ここもやってんのかな。やってるね。やばい。普通に倒したい。危ねえ。241とかだったら、249とかだったら普通にハンターと変わんない。やばい。いや、強い強い、動けん。ここは奪い返させてもらう。とかしだしたらもう勝負つかんもんな。いや勝負はつくけど、そればっかりやるようになってもね。ぶち込む。あれで一発で倒せるようになったらこんなんやらせんで済むのにな。まあでもああやった方がメリットがあるけど、あの人たちはやってんだもんな。あ、召喚で。これで嫌がらせしに行こうか。ないとなんだろう、多分。いらんことしが来たと思われるぞ、俺。散れ、散れ。散るんだ、お前たち。いや、動けん。散れ。あ、これで蹴散らせるな。いらんこと勝利やつは。負けたけど。でも仲間からしてもさ、いらんことすんなよって絶対思われてるよね。あ、ここで、なんて経験値稼ぎじゃないけどさ、あれやっとる人からすれば。知らんよね、そんなん。あ、これで一気に5です持っていけたら、あれ達成だったのに。ちょ、早く気づけばよかったなぁ。ポイント全然もらえね。なるほどね。ちょっと普通に戦いたいっすけど。予約待ちか。いや、これ敵の戦いだな。
入れるとこない。さあ。ちょっと普通に戦えるかな。普通に戦えればいいんだけど、敵がもうこんなとこまで。戦闘開始。とりあえずここから取るか。ちょっと仲間は動いてる。向こう行ったな。4個しかないってことよね。うわ、いった。いって、いや動きにくくなるのやめてほしい。あんな無理だな。あ、でも続々と来たね。こっち退けた。間違えた。俺が弱いことをいいことに。あ、やばい。全体的にもうちょい強くなったらいいのにな。もう一個の武器変えてみようかな、後で。蹴散らせ。やばい。おっと、敵のあれかだね。危な。あ、てか当たった。ええとこ狙うな。こっち一応ないとルナおるんか。倒せ、一気に。やばい。速攻で片付けられる。
て倒せんのやな。これ終わったら武器変えてみよう。ちょっと待って、ベスティアで特攻してみたい。ファイナルバーストを決めてみたいよ。行くんだ。行けるか。おっとやばい。え、ここでなんかできんじゃないの。あ、これか。 OK、 あれがファイナルバーストね。初めてやったけど、あ、今ので一人倒したの。2人 ?3 人倒した。初めて決めた。こっちまた固まってんねん。慣れ合いかよ。させねえぞお前ら。5匹倒したい。もうちょい。よしよしよし、5匹いったかな。あ、いったろ。思い残すことはないぞ。あ、ダメだった。俺死んどるよね。なんか放置してるやつ多いね。出るから今度こっち行こうか。あ、あれ、まあいっか、なってなかった。いないね。いや、来た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 。こんな時間。ちょっと取り戻した。
と50秒か。そしてレイス召喚、向こう取られてんな。やっと調子が出てきた頃に終わるな、これ。ああ、多分5キルしたんじゃないかなと思うよな。どうだろう。7キルいってる。いいね。 A 取ったぞ。まあ、敵が慣れ合ってるからな。経験値あんまりもらえるの何なんだろうね、これ。ここで装備変えれんのんかな。一回入らんとやっぱ無理なんか。来た。一回の戦闘で5人のプレイヤーを倒そう。クリアしとる。で、今これだったから、こっちにしてみよう。さあ、どう違うか。めっちゃ敵多くない？あ、違う、これ赤か俺らか。え？違うよな。青か俺らか。え、違う、赤だ。赤だね。青が敵か。で、向こうの杖の方が強いような気がするな。いて、向こうのボムの方がいいな。ボムじゃねえや、杖。前さっき使ってた。ここでだね。
ケチだって。ボケン。ボケン。仲間か。ああ、元戻った。ちょ待って、7000って。7000ってあなた。おお。7000とかマジで怖いよな。うん、やっぱさっきのやつの方がいいね、武器。杖ね、さっきの方がいい。ハンターとウィザードとどっちがいいんかって。っていうのがちょっとまた難しいけど、ちょっと武器戻そう。でも多分こっちハンターよりウィザードの方がいいんかな。こっちオンラインよね、取れるね。うわ、来たなぁ。これでも単独じゃダメ。単独で動いたら絶対殺される。なんかこれな、オッケー、これで。またなでやってんな。強速攻でやる。レイスあっち行ってほしいな。こいつら蹴散らしてほしいな。攻撃専門な。じゃあ俺は名手で蹴散らしにかかるか。何のゲームだよ。撫で合ってるやつを潰しに行くゲームになってるぞ。一匹逃げ遅れた。やばい、強え。いや、お前ら実力あるんだからさ。速攻で定位置に戻っていく。
なんだよ、俺だけ敵かよ。なれ合い中ね。行くんだ、よし、ナイス、よくやった。見せてやれ。お前の力を見せてやれんだ。あ、また使えるの？慣れ合い中を蹴散らせ。急ぐんだ。勝負に負けても心は奪われるな。あと何かあった。一匹でも持っていけ。くえ。速攻で定位置に戻っていく。くえ。慣れ合い中に勝てないというのか。1分半か。蹴散らせて終わろう。真っ暗だ。あれ？やばい、終わる。何のゲームだよこれ。イベントさ、あれやったやつが結局上の方のポイントのねランキング入っていくんだろうな。でも面白くないもんねそれやったとして。でも長い目で見たらそこで得られるものを元手に今後やっていくんだろうな。どうなんかな。でもなんかそのネットのさ、なんだろう、サイトちょこっと見てみたら、あ、何これ。見てみたらさ、なんかあの、今みたいな、あのクリスタルを取って取られてっていうのあるじゃん。あれやって、で、ポイントが貯まるんじゃろ？多分。で、キルとか、なんかああいうのをやっていくよりも、あの、ああいうふうに、あの人たちみたいに、慣れ合ってやった方が、結局上位になれるっていうジレンマを抱えてるわけですよ、このゲームが。難しいとこだよね。だけど単純にキルめっちゃ取ったらポイント上がるみたいな。ことになっていけばねいいんだろうけど。分からん。でもネットでなんかそんな感じのかそういう雰囲気で言っとる人こったけ、それを鵜呑みにしとるから、自分で調べたわけじゃないからちょっとあれだけどね、情報が。あ、そんなことが起きてんだぐらいに考えとで、やってみたら、あ、おるおるみたいな。それじゃちょっと盛り上がらんね、イベントが。もったいない。青いのがほとんどおらんのね。なんかこのさ、一番最初にやった時にすげえむずいなと思って、でまあ何も見ずにさ始めたんだけどさ、
まあ、ちょっとずつ、まあ、言うても調べてみるかって思って、でいろいろ調べよって、まあ、大体出てくる意見は一緒だね。なんかこの人数の差がさすごかったりするじゃん。でそういうとこに不満を覚えてる人がおったりとか。やべ、まあでも運営も分かってることだと思うよな、多分その辺は。で、なんかこれからどうしようかなっていう段階なんじゃないかなと勝手に想像してるけど、やっぱゲームバランス整えていくのきついもんね。召喚はもうしてんのか。なんかあのネット上の意見をいろいろ見よったらさ、あの10対10とかでもこれ50対50ができるってのが売りだから、そこを変えたらちょっとあれなんかもしれないけど、スプラトゥーンとかさ、あれで4対4とかでやるじゃん。あれのまあ10対10とかだったら、まあ、マッチングしやすいみたいな、まあ、確かにと思ったけど、そうね、でスプラトゥーン的なねって思った勝手に少人数だったら運転人数揃ってからスタートみたいな。まあでもそしたら待ち時間も出てくるんかもしれんけど、ああでもスプラの時にそんな待ったりとかそんなないもんね。あんな感じだったらいいかも。ただ10対10でもしやるんだったらフィールドもっと狭くせんといけんな。いろいろ問題があるんだよね。でも確かに今青が圧倒的に少ないもんな。え、クラマンくらいなって、あ、取った。食らわせるダメージも全然違うね。魔法ちっとり。おい、いって。確かにこの人数差だと厳しいね。なんかもっと早く逆にそこで勝負つくシステムがあれば中だるみするよね、これ。この感じでいっちゃうと。敵も攻撃してこんぽんな。もうちょいで終わる。でもやっぱどっかで
なんかこういい感じに調整せんとまずいよねこれはね。なんか S 出たけど何もやってない。どうにかならんもんなんかな。なんか前作のさ、FEZ あれがなんかすごい名作だったみたい でその期待が高すぎたっていうのもまたあるんだろうね。これはやってないケースはちょっとよく分かってないんだけど、これ赤か。人数がなどうにか揃えれんもんかな。壁が死ぬ死ぬ。召喚もう出そろったな。え、青いのおるよね。やばい、俺より強い。危ねえ。でもこのバランスだけ整えばね、なんか楽しくなっていくんかなと思うんだけど。でも俺はもうとにかくレベルを上げていく。死ぬ死ぬ。危な。間違えた。
さんにぶち込みたい。やばい、動けん。まあでもこれは勝つ。あ、でもなんか敵の数めっちゃ増えてる。こっからでも3分でひっくり返されるってことはなさそうよね。危ねえ。いや死ぬわ。逃げれん。逃げれた。危ねえ。死んだ。くぅ。あと2分半か。こっから巻き返すってあるんかな。油断しないように。確かに。あぶね。なんかあの鈍速にさせる武器あるじゃん。あれ強いよね。4アシスト。自分で倒すにはもうちょいなんだな。あ、でも100ポイント。なんだろう、レベルが上がったらいっぱい経験値もらえるようになるの。そういうもんじゃなくて。勝ったら1000ゴールドとかもらえるんか。他の武器じゃね、クラスにも興味湧いてきたな。ちょっとなんか一通りこうなんかゲームのことがある程度分かってきた今、またなんか探ってみようか。この辺が使いやすいんかな。武器がなんか星3以上のがもっとんかどうなんかっていうのでかいよね。ストライカー、やっぱあの必殺技みたいなのが強いけさ、結局あの辺使えんと。武器よね、要は。ストライカーあるね。
ちょっと比べてみるか。なんかいらんやつを、この辺とりあえず入れ、いらない、いらないとか入れない。これってちょっと比べよう。てか一択か。これがまあまあ多分星3だろうね。これこれだな。今回はこれで行ってみるか。なんかやっぱ そこそこの武器、星3以上の武器を持ったらまたちょっと違って感じるんかもしれんしね。1からだな、うん、まあちょっと次回以降やってみようか。でも一通りなんかいい武器手に入れてんのかわからんけど、他のクラスもなんか良さげなのがあればちょっともう一回やってみるか。なんか一回さ、最初に一通りやってみた時になんか全然あんまりなんかこうシステム自体もよく分かってない状態でやっとるけさ、うん、でまあもう一回一通りやってみて、あこれ強えじゃんみたいな思うこともあるかもしれないですね。そうよね。よし、じゃあ今回終わります。次回こいつで行ってみようかなと思ってます。はい、じゃあ終わります。ありがとうございます。